ルカ・マリネッリは、イタリアの俳優である。2015年公開の映画、ミナーはこう呼んだ、鋼鉄ジーグで、ダビッド・ディドナテッド助演男優賞を受賞した。ローマ出身。2009年に、シルビオ・ダ・ミーコ国立演劇芸術アカデミーを、卒業する。2010年、アルバ・ロルバケルと共に、サベリオ・コスタンツ監督作。 素数たちの孤独の主演に抜擢され注目を集める。2013年には、パオロ・ソレンティー監督作、グレート・ビューティー、追憶のローマに出演したほか、パオロ・ビルズイ監督作、来る日も来る日も、で、ダビッド・ディドナテロ主演団優勝、ナストロ・ダルジェント主演団優勝及び、イタリアゴールデングローブ最優秀団優勝に、ノミネートされる。また同年、 第60歳回ベルリン国際映画祭にて、シューティングスター賞を受賞する。2015年、クラウディオ・カリガーリの最後の長編監督作となった、ノン・エッセレ・カティボに主演し、第72回ベネツィア国際映画祭にて、パシュネッティ賞最優秀男優賞を受賞したほか、共演のアレッサンドロ・ボルギと共に再び、ダビッド・ディドナテロ主演男優賞に、ノミネートされる。また、 同年公開のガブリエレ・マイネッチ監督作、ミナはこう呼んだ、鋼鉄ジーグで悪役、ジンガロを演じて、好評を博し、ダビット・ディドナテド助演団優勝、ナストロ・ダルジェント助演団優勝及び、イタリアゴールデングローブ最優秀団優勝を受賞する。2017年、ビットリオ・タビアーニの遺作となった、タビアーニ兄弟監督作、ある個人的な問題レインボーに主演する。 2018年には、シンガーソングライターのファブリッツィオ・ヨデ・アンドレの電気映画、ファブリッツィオ・ヨデ・アンドレ、プリンチ・ペリベロに主演し、ダビッド・ディ・ドナテロ主演団優勝に、ノミネートされる。また同年、ダニー・ボイル監督のテレビシリーズ、トラスト、トラスト・ゲティ・ケのスキャンダルに、ジョン・ポール・ゲティ賛成誘拐事件の実行犯、プリモ役で出演する。2019年には、バレリオ・ミエリ監督作、 覚えてるに主演する。また、同年、ジャック・ロンドンの自伝的小説に基づく、ピエトロ・マルチェット監督作、マーティン・エーデンに主演し、第76回ベネツィア国際映画祭にて、ボルピ・バイダン優勝を受賞した。2020年、第70回ベルリン国際映画祭にて審査員を務める。7月10日より、シャーリーズ・セロン、キキ・レイン、マーワン・ケンザリ、 マテアス・スー・ナ・ルツラと共演したジーナ・プリンスバイ監督のアクション映画オールド・ガードがネットフリックスで配信される。父のエウジェニーをマリネッリ及びおよびオバノ・ソニア・スコッティは共に声優である。2012年よりテレビ映画新約聖書イエスと二人のマリアで共演したドイツ人女優アリス・サユングと交際しており、現在はベルリン在住である。ありがとうございます。